岩井筆継は、日本の医師、農家の三男として、大阪府三島郡岩手村で生まれた。1910年、林家の養子になるも、1912年、京都府立医学専門学校に入学。1916年卒業。卒業と同時に、実家の岩井家に戻る。1927年、昭和文化学会に参加。同年末、労働農民党に加入。1928年、労働農民党大阪府連合会常任委員、同党解散後は、新党準備会の活動に参加。1929年、共産党新派事件で、初検挙。1932年2月、日本共産党に入党。1933年、治安維持法違反で再検挙。1934年5月に出獄。1947年、大阪市長選挙、第23回衆議院議員総選挙に立候補。1948年、医療民主化全国会議結成、副議長に就任する。1950年、大阪民医連初代会長に就任。1953年、民医連名誉会長に就任。1954年4月、大阪民医連第2回大会で顧問に就任。1956年、日本共産党大阪府党評議会で、府委員に選出。1960年、中国医学会の招聘により、全国民医連第一次訪中団として訪中。以後、複数回訪中。1961年、日本国民救援会大阪府本部会長に就任。1965年及び1966年、日本共産党より左門され、全国民医連名誉会長、大阪民医連顧問、国民救援会会長などを辞任。同年、日中友好協会の分裂筋、日中友好協会、政党結成に伴い会員となり、日中友好運動に尽力する。1969年、死去。死後、日本共産党より除名発表された。ありがとうございます。